避難させてくれないのかよ。何があろうと俺らは俺らの仕事をやるだけだ。あれを急がされている。行くぞ。しょうがねえな。お袋の説得頼んだぜ、アレクサ。先行くよ、また兄貴。心配すんなって、サリー。けど、マジで俺一人かよ。おい。ん？お前とコンビを組むことになった。ロードバスターだ。コンビだ？不本意だが命令だ。致し方ない。聞いてんのか？もしもし。各地のサイバトロンシティに次ぐ。敵の正体は未だ解明できてはいない。しかし、エネルゴンを狙ってきていることは確かだ。よってエネルゴン保管のため、また採掘作業を円滑に行うため、警戒態勢をレベル4から1に設定する。なお今回の作戦において地球側からの協力は得られない。繰り返す、エネルゴン保管のため。聞きましたか、キッカー。ああ、地球人は戦闘に参加しないってことだろ。私は残ります。あなたが見つけてくれたエネルゴン守ります。ミージャ、やめろって。危険だ、早く避難するんだ。そういう仲間他にもいるから。そういうことなら十分気をつけて。人間なんかに何ができるって言うんだ。やつもチームコンボイの一員だと？ふざけるなってんだ。チームコンボイに入るにはプライマスからグランドコンボイ司令官に託されたコンビネーションスパークを正式に授与されてだな。自分もまだいただいていないではないか。何やってんだ、ブレーキ。あ、アリホー。また戦闘が始まるだと。楽しみじゃねえか。どこから来る、そこか、ここか。いやだと。地球人はすでに避難をした後だそうです。応援を求めています。スカイファイヤー出られるな。もちろん。いや、司令官は。我々はスペースブリッジを使う。シティを浮上させるには時間を食う。了解。それじゃあお先に。インフェルノ、ループロードを操作。スカイファイヤー専用滑走路を開け。自分にもコンビネーションスパークをいただければ副司令殿と合体できます。生意気言うな。ロードバスター、お前のパートナーはキッカーだ。しかし未熟な奴は一緒にいろってことだ。守りきれないだろうが。おい、こら、早く出せ。敵が襲ってきてんだろ。未熟かどうか見せてやる。時間がもったいない、早く出せって。司令官、しょうのない奴だな。よし、出ろ。なんとかなるか。なんとかしてやる。だが発進。人間なんかに先を越されるとはな。違いまんや。飛びます。
宇宙が一番。トランスフォーマースーパーリンク、もっと俺を大事にしろ。さあ、俺たちも行こうぜ。俺なりの活躍をすれば司令官も認めてくれる。ホットショット殿、ホットショット殿にそう言っていただけるのでありましたら自分は頑張ります。かゆくなるぜ。やめろその呼び方。インフェルノ出るぜ。了解。まだだ。待っているものがある。